おはようございます。簡単マイコン教室、おっちゃん先生の土井です。このチャンネルでは、この小型のマイコンですね、映りますかね、この小型のマイコン、マイクロビットの説明を少しずつやっていっています。オンライン実習ということで、理科好き集まれということでやってます。中学生、高専生、それから大学生、ですね。やはりこの、プログラミング小学校で必修化になってるんですけど、なかなかいろんなサイトがですね、英語が読めればないんですけど、日本語っていうのはひらがなから始まってカタカナ、それから漢字が一通り読めないとですね、いろんなものを読めないんですね。当初2月は小学生でも読めるって頑張ったんですけど、いろいろこうハードルがあるというのが分かってきたので、小学生の皆さんはですね、お父さんとかお母さんとかお兄さんとかお姉さんとか捕まえてですね、漢字を読んでもらいながら一緒にやってください。ということで、今日から2週目に入ります。1週目はこのマイクロビットの公式サイトに行ってですね、どういう機能を持っているのかっていうのをざっと説明しました。で、2週目からは実際にこのマイクロビットをまず見てみようということで、実際に使うという観点で、マイクロビットの使ったプログラミングっていうのを実際にどういうふうにできるのかというのを見ていきたいと思います。この見る、測る、考えるというキーワードでやってますので、まずその見るっていうところですね。マイクロビットのプログラム開発っていうのはどういうふうにやっていくんだろうというのを、まず皆さんに見ていただこうというのが、この第2回のシリーズになります。よろしくお願いします。では始めましょう。まず画面を切り替えますね。私のホームページ、チャンネルのページになっていると思います。おかげさまで、昨日かおとついに40人になりました。ありがとうございます。頑張っていきますのでよろしくお願いします。で、まずブラウザーですね。Chrome っていうブラウザーを使って、説明をしています。で、Chrome に行ってですね、検索サイトでマイクロビットって調べるんではなくて、半角でマイクロビットドットコム、コムじゃないですね、ピリオドですね、ピリオド ORG と打ってもらう方が迷わないと思います。短いのでね、打ってください。で、このサイト行くと、英語のホームページなんですけど、この Chrome っていうやつの機能を使うと、英語であれば日本語に直してくれるという機能がついてますので、それを借りて日本語で見てます。で、1週目はこの始めましょうということで、この中を見てですね、マイクロビットっていうのはどういうものかっていうのをざっと見ました。で、今回からは実際に作っていきます。ね。この2つはまたの機会に。で、特にこのレッスンっていうのは、マイクロビットを使って遠隔地で授業をする先生用、遠隔地でなくてもいいんですけどね、授業をする先生用のサイトです。これも過去にですね、だいぶまとめて、シリーズにして、お話ししたことがあるんですね。ここですね。この教師のためのマイクロビット教室、ここへ行くので、ここは、理科好きの皆さんは、ここはそうですね、かなり上達して、友達に教えたいっていうぐらいのレベルになったときは、ここを使うといいかもしれませんね。で、このプロジェクトっていうのは、皆さんね、世界中でこのマイクロビットっていうのを使ってるので、いろんなプロジェクトが動いてます。で、そのプロジェクトの成果がここにあるので、マイクロビットを使ってどんな活動をされてるとか、どんなことができるのかっていうのを、いろいろ調べてみたいときは、ここを見てもらえればいいかなと思います。ということで、今日からこの実際に使ってみるということで、このコーディング仕様というところに入っていきます。で、さっきも言ったように、このマイクロビット教室っていうのは先生が使うやつで、基本的には公式ホームページではこの2種類でプログラムをする方法が提供されています。メイクコードエディターっていう、この実習でずっと使っていくエディターはこれになります。プログラミングの入門者ですね、初めての人とか入門の人、それから初級の人にはこれ向いてると思います。で、とは言いながら、私実際で仕事でプログラムが必要な時に、このエディター使ったりもしてます。
なんていうんですかね、目で見てどういうプログラムかって分かるので、非常に分かりやすい。ただ、大きなプログラム書くときは、すごく大変です。で、中級者から上級者になると、この Python エディターっていうので、本格的なプログラミング言語ですね。それを使って、プログラムに入っていきたいっていう人は、まあ、プログラミングってどういうものかって分かったら、こういう Python ですね。今流行りだと思うので、まあ、かつては C 言語、まあ、今も C 言語は有名ですけども、これからまあ始めようという人はまあ C 言語から始めるっていうのもいいと思いますし、この Python から入っていくっていうのも悪くないと思います。はい。では、我々がやろうとしている MakeCodeEditor に入っていきます。で、ここからがですね、言えばもう自分のページになります。だから私が過去に作った名前つけてないプログラムとか、明るさセンサーとかこう並んでますけども、これは自分が新しく作ったプロジェクトですね。マイプロジェクト、私のプロジェクトっていうのが並んでいます。で、この下から、まあ、チュートリアル、ここもね、一つずつ丁寧に説明した動画を過去に撮ったことがあるので、ここを見てみたいという人は、まあ、これ直接見てもらってもいいですけど、まあ、補足はどういうふうになってるかっていうのは、また、概要欄のあたりに動画の紹介をしておこうと思います。ここの並びですね。それから、ここのゲームの並びの2つは私の方で過去に、説明したことがあります。で、今日はこの新しいプロジェクト、実際にプロジェクトを作るっていうので、ここの中に入っていきます。で、これがプログラムを開発する環境で、私の顔が邪魔なので、この辺に移動させましょう。と、これ以上上行かないんですね。この辺にしておきましょう。で、これがシミュレーターって言われるやつで、プログラムを組んだときに動く部分です。実はこれマイクロビット、これ実物なんですけど、この実物がなくてもですね、このシミュレーターよくできてるので、まあ、いくらか費用かかります。2000円するのと、まあ、このケーブルですね。このケーブルも買ったりとかしないといけないので、まあ、いきなりそう購入する前にどんなものか使いたいっていう人は、いきなり購入するのではなくて、まあ、このシミュレーター使ってどこまでできて、あ、これって本物がないとできないんだ、みたいなところぐらいからやりたいなってなれば買ってもいいかなと思います。で、ここのシミュレーターの動かし方も、またプログラム書き出したら説明したいと思います。で、これですね。これを押すとシミュレーターを消すことができます。大きなプログラム書いてですね、ここにプログラムを書いていくわけなんですけど、ここを広くしたいときなんかはシミュレーターを隠すといいと思います。まあ、普段は出しておきますね。で、この真ん中がまあ引き出しで、ここからまあブロックを選ぶような形でプログラムをしていきます。で、この色分けされていて、この基本っていうのは水色、入力関係は紫っていうふうに、それぞれグループによってこのブロックの色が決まっています。紫。で、この一つの引き出しに収まるもの、音楽なんかは一つの引き出しに収まってますけど、収まらないやつはこのメインの引き出しと二つ目の引き出し。で、これなぜ引き出しで呼んでるかっていうと、英語のサイトではここドロワーって書いてあるんですね。引き出しって書いてあるので、引き出しと説明させてもらいます。だから大きい、いっぱいブロックがあるやつは、このその他っていう引き出しが、このメインのやつをクリックすると現れます。普段は隠れてます。他のやつを押した時は消えます。で、無線っていうのもありますね。っていうふうに。あって、ここの並びをざっと、まあ、今週第2回というシリーズで見ていきたいなと思っています。で、それから、一番下、この高度なブロックっていうのがあるんですけど、これをクリックするといっぱい高度なブロックの引き出しが出てきます。まあ、基本、マイクロビットは初心者用というか、プログラム初めてな人なんですけど、対象なんですけど、非常に高級なことができるようになってます。私自身が気に入ってるのは、この辺の機能も充実してるからですね。で、これが、初めて来た人にこんないっぱいあってすごいだろうみたいなのをすると、とっつきにくいので、これが普段隠れてます、こんな。基本ここでいろんなことできるのでね。で、もっと勉強したい人は、これクリックすると、いっぱい追加の高度なブロックが出てきます。
ここはですね、実習で説明する部分はごく少数になってくると思います。この入出力端子ぐらいですかね。第1週でピンっていうのが出てきたと思います。このマイクロビットのここの部分ですね。この下。この下の部分を使うときに、この入力端子っていうのを使います、ね。で、もっといろんな難しいこと、大学生ぐらいで卒業研究なんかで使おうとすると、この辺のシリアル通信っていうのは、実はですね、この線。この線使って、実際のコンピューターですね、ぼやきっていうか、まあ、母管っていうような言い方をする人もいるんですけど、今自分がプログラミングに使ってるコンピューターに直接データを送るっていうような時に使う通信ですね。このあたり使うと本当に高度なことができます。まあ、このあたりまで実習ですね、ここは全部説明するっていうより中身に合わせて使っていくっていうことになります。で、さらにすごいのはこの一番下にですね、拡張機能っていうのがあります。これを押すと、ここにない引き出しをさらに追加するという機能です。これは近々説明したいと思います。何をするかっていうと、2桁の数字を表示するために、この拡張機能っていうのを使いたいと思います。でこれも何度か過去の動画で登場しているので、もう早く2桁表示見てみたいっていう人は、その概要欄に2桁の数字の出し方、の動画をリンクしておくので、そちら見てもらえればいいかと思います。割と早い段階で、この実習の中でも、ここを押すとですね、こんな風に行って、その引き出しにないものをですね、自分で追加できるようなページに行きます。あるいはこういう教材を買って、その教材をすぐに使うようなブロックが出てきます。ね、私の研究室ではこれがあったりするんですけどね。それとかサーボだとか、もっと高度にこう Bluetooth でやりたいとかいうときにはこの引き出しに行きます。で、戻るときはここに戻るとか、このあたりに戻るってよく出てくるので、元のページに戻りたいときは、これじゃなくてね、この戻るっていうので戻ってください。で、ここにプログラムを並べていきます。このブロック使ってね、最初だけとずっとっていうのだけが一番最初に出てます。で、これ、いらないときはここへ持ってくると、ゴミ箱に変わって、ここで離すと、捨てることができます。ドラッグとドロップっていうんですけど、こう、マウスを掴んで、こう、ずっとボタンを押すと、つまみ上げることができます。で、ボタンを離すと落ちます。で、このような形でずっと押した形で持ってきて、ここで、こう、ボタンを離すと落ちると。ドロップって言います。で落ちた段階で消えます。で、真っ白になって、あ、困ったなっていうんですけど、この始めとずっとっていうブロックは基本の中にありますから、またいるときはここからこう出して、同じ要領でクリックですね。と、ドラッグでこう掴んで音、持ってきて離すと。ドラッグ&ドロップ。って言うんですけど、こういう形で出したり、だからこれなくなってもびっくりしないでください。どこかにありますから。どこかにある。まあ、それがですね、最初のあたりは、この、どこにあるかっていうのを探さないといけない。で、これ最初だけっていうのは、最初だけ1回だけできるので、最初が2つあると困りますよね。どっちが最初なんだみたいな。で、そういう時に、おかしいよっていう時にブロックがこんな風になる。ブロックがなんか黄色くなって、こういう時は何かおかしいんですよっていう意味なので、考えてください。このままじゃうまく動きません。だからこれ最初が2つあったらどっちが最初なんだって誰でも聞きますよね。最初2つありますよ。で、最初にやってくださいって言われたら、どっちが最初ですかって、本当の最初ですかってなりますよね。それと一緒です。だからこういうふうになります。で、まあ、この画面でプログラムを作って、あと、ここですね。これはずっとブロックでやると思うんですけど、これ実はこのブロックっていうのは JavaScript っていうちょっと難しい言語になってるんですよね。今何もないですけど。少し、ちょっと一つだけ入れてみましょうか。こうやってハートを入れて、これでハートがつくプログラムになるんですね。これの状態でこうやると、このプログラムをさっきブロックでは、こう書きましたけど、JavaScript っていう言語で
書けばこういうふうになるんですよっていうふうに、ブロックで書いたやつが自動的に翻訳されてます。これもすごい機能だと思うんで、JavaScript 勉強したい人は、ブロックで書いて JavaScript に行ったり、あるいはここを Java の、ルールを勉強して、ここに直接、アルファベットで入力していくというようなこともできます。まあ、ここについてはもうずっと、私の実習のうちはここをブロックでやっていきたいと思います。で、ここに名前を付けることで、プログラミングに名前を付けて、保存することができます。プログラム2012年の今日は4月の21日になってますね。いろいろ実は取りためてるので、この動画が公開されるのは1週間後ぐらいかもしれません。と、まあ、ここにプログラムの番号をつけてもらうと、プログラムの名前がつきます。ちょっと画面が大きくなっちゃいましたね。はい、で、このままでこういうふうに、あとは、まあ、このボタンを押してもらってもいいんですけど、このボタンを押すとですね、これを保存しましょうということで、こういうプログラム、どこに保存しますかっていう場所を聞いてくるので、まあ、ダウンロードであったり、ドキュメントであったり、自分のパソコンの中に保存して、プログラムを置いておくということになります。これでコンピューターの上に保存することができます。で今ここにダウンロードされました。で、これ押して保存しなくてもですね、実は自動的に保存されてて、このホームっていうやつです。これを押してもらうと、この先ほどの画面に戻って、ここに新しいプロジェクトということで、自分のプログラムですね、ここに保存されてます。ただ、これ自分の、なんていうんですかね、この公式ホームページが提供してくれてる機能で保存されてるので、消えることっていうのはないんですけど、不用意に、見つかりにくくなります。実はですね、この Chrome のブラウザ、これ、の自分のデータが残ってる状態で、いつものように開くと残ってるんですけど、なんか他の人が使った後に開くと消えてたりとかしてびっくりするんですよね。そういう時は困るので、さっきのようにこのボタンを押してコンピューターのどこかに直しておいてください。はい。だいぶ長くなってしまったので、一回ここで切りたいと思います。今日はですね、マイクロビットの公式ページの開発環境、このホームページですね、このマイプロジェクトっていう中に入ってみました。で、マイプロジェクトの中で、プログラムに名前を付けると、こういうふうにプロジェクトができて、この続きをするときはこれをクリックしてもらうと、この中に入ってきます。ここがシミュレーターで、ここがいろんなブロックの入ってる引き出し、ここにプログラムを書きますよ。で、書いたプログラムはここに名前を書くことで保存ができて、ホームページに戻ると、そのプログラムが保存されているというふうになります。で、どうしてもなくなるのが心配だっていう人は、この、今見たことありますかね、フロッピーディスク。研究室にフロッピーディスクあったと思うんですけど、次回ぐらいフロッピーディスクの実物見せましょうか。と、フロッピーディスク、これ 3.5 インチのフロッピーディスクですけど、これを押すと保存ができます。ね。ということで、今日は画面の説明と、まあ、プログラムの保存っていうことについて説明をしました。画面を戻しましょう。はい。今日は、このマイクロビットの2週目の最初っていうことで、これから実際にプログラムをしていくために知っておいてもらいたい、プログラムの開発環境の画面の説明をしました。と、明日からですね、2週目で実際にプログラムを作るために、引き出しの中身を順番に見ながら、で、ちょっとしたプログラムを確認のためぐらいの簡単なプログラムを作って動作を確認していきたいと思います。はい、じゃあ今日は2週目の最初ですね。これにて終わりということで、今日もご清聴ありがとうございました。